ついに来ましたか。よかった。本当に、来てくれないんじゃないかってちょっと心配したり。でも、来てくれましたね。ありがとう。皆様、ついに来ましたよ。A 列車で行こう新作。都市開発鉄道シミュレーション A 列車で行こうシリーズ最新作。A 列車で行こう始まる観光計画が任天堂スイッチで2021年に発売されます。詳しくは公式ページを見ていただくのが大事ですが、この動画でも簡単にご紹介させていただきます。自己紹介が遅れました。キズナあかりです。この動画のナビをしますのでよろしくお願いいたします。2020年10月28日の任天堂ダイレクトミニソフトメーカーラインナップ202010月にてデモ動画、そしてタイトルが紹介されました。タイトルは A 列車で行こう始まる観光計画。今までの A 列車で行こう携帯機シリーズを踏襲したものとなっていることが分かりました。さらに今作のテーマは観光ということで、今までなかった新しい建物、従来でいう子会社を建てられるようになるようです。公式動画の中で触れられたのは株売買、都市開発、テーマは観光、観光地のような様々な施設、列車カスタマイズ、オリジナルのマップを作れる、オンラインで共有も可能、A 列車で行こう、始まる観光計画は2021年発売、とのことでした。感想としては、これまでの A 列車で行こう携帯機シリーズの正当進化という感じです。とにかく、映像が綺麗になっていました。特に、背景のぼかしが、今までになく自然です。新しい建物もかなり増えてそうで期待できると思います。他にも語りたいことがあるけど余白が足りないので、この辺で速報を終わらせていただきます。気になったことはまた動画にしますね。ではでは。ついでと言ってはなんですが、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。